で、その日は実は不安だったので、中谷さんに来ておいてもらって、とか、まあ、何人か桜というかですね、まあ、友人というか、僕の個人的のクライアントに参加してもらっておいて、で、まあ、あ、これ寒いなっていうことで、もう急遽中谷さんに来てもらって、やっぱり当時はまだウェブマーケティングっていうことをすごくやりたい方がたくさんいらしてくれてたので、ウェブマーケティングのこう リアルな姿っていうことをこう中谷さんとセッションするっていうのに急遽変えました。要は一切僕の力が通用しませんでした。完全にです。できますよできますよって言ってて、でもし僕がそこで実践して失敗しました、それでも発言することをやめなければまたチャンスは来ると思いますけども、これはおかしなことになります。これで回ってしまうとね。じゃあその時次僕何したかっていうと、勉強したんですね。その時自分の実践するから自分の能力が足りないことに気づけます。実践しなければいつまで経っても自分の足りないものが分かりません。できてると思い続けます。実践しなければ、実践して初めて能力の足りなさが分かります。そしてその時に悔しいと思うし、情けないと思うし、申し訳ない気持ちもあります。だから勉強します。自分に足りないものを気づいて、足りないものを勉強します。で、ちなみにこれがリッチ・シェフレンの言ってるジャスト・イン・タイムで学べってことです。ジャストインケースで学ぶっていうのは、いつかは使うかもしれない学習だけするっていうことです。これでは人は成長しません。意味がないんです。だって何が分かってないかも分かりませんし、何ができるかも分かりませんし、何ができてないかも分かりません。そんな中で学習したって使える知識は何も始まりません。まあ、ちょっと話逸れましたが、話戻すと、実践して初めて学びのチャンスが来ます。実践せずに来る学びのチャンスは読書と一緒です。やった気になってるだけです。実践するから学びのチャンスが来て、実践してできなかったことが分かるから学びの効率が上がる、学びが意味が持つんです。だから実践するから初めて学びは意味を持ちます。まあ別に普段する学習を無駄というつもりはないですよ。無駄というつもりはないけれども、むしろ実践を伴わない学習は危険だっていうことを言いたいんですね。まあ、時間も無駄に費やします。かなり無駄に。私たちの人生はあっという間です。すぐに終わっちゃいます。僕はもうなんかちょっと前まで高校野球してたつもりですけど、もう15年経ってます。ね。